ね、どこ行くの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 、ちょちょちょ、どこ行くの、お前。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。はい、ということで、早いもんで、もう4日目の朝になりましたね。4日目の朝です。ちょうどですね、毎朝の日課であるですね、夜中に湧いたゾンビを、片付けてきたところですね。はい。で、この辺、段ボールストレージをね、どんどん今作ってるところですけども、これちょっとやっぱ圧迫感あるね。いっぱい入るからいいんだけど、いっぱい入るからいいんですけど、なんか圧迫感があるんで、ここの幅が狭く感じますね。ちょっとレンチ拾ったら、この室外機壊して、こっちにずらそうかなと。もうちょっと広げようかなっていう感じですね。まあ、これをこっちに持ってきてもいいんですけどね。これこっちに、これを下げてね。まあいいや、その辺はまた考えましょう。はい、ということで、もうね、早いもんで、Day4なんですけど、未だにですね、ペンキがないと、いう状況でですね、周りの家的にはここ行ったでしょ。で、あそこも行って、この隣の家も行ったんですよね、全部。こっちの家も全部行ったんですけど、ペンキないと。ペンキないんですよ。この家、最初に行ったとこですね、もうないと。いうことで、ここにあった車爆発しちゃったんだよね。ゾンビが叩くもんだから。もったいないことした。ということでですね。まあまあ、言ってもそろそろね、フェラルフォードのことを考えなきゃいけないんで、4日なんでね。まだ準備は必要ないけど、そろそろ考えとかなきゃいけないっていうことでですね。ここに行きましょう。ここ行っときたいんですよ。なんでかっていうと、ここ地下があるからね。ここ地下があるはずなんですよね。これ水溜まってる？あ、水溜まってる。ラッキー。上がらなくてもいい。なんて素晴らしいんだ。お、しかもアイアンアローの矢尻が入ってた。よし。あ、もうね、矢をね、とりあえずたくさん作りたいんで、そこら中にあるですね、結構遠くまでこの、鳥の巣を探しに行きました。おかげで今300はないか。300近く矢は持ってますね。撃ちたい放題です。はい。ただ、撃ちたい放題なんですけど、もう敵が硬いんでね、死なないんですよ。10発ぐらい撃ち込まないと死なないんで、300あったって多分、ゾンビの数的には大して倒せないよね。ということで、ここ多分石炭があって、上から入って地下に降りてこっから出てくるっていうパターンだったと思うんですけど、ここをちょっと制圧しておきたい。フェラルフォードの時の建築材料を集めるのにやっぱ石とかがね必要なんで、これ落ちるんだっけ。あ、落ちるね。石とか必要なんでね、それを取るのにね、やっぱりね、穴掘りたいんですよね。これでも屋根使えるからさ、あそこにご飯があるね。しゃがんでいくか。落ちるかな、落ちないか。一応落ちずにいけるか。スリーパー絶対いるからね。どこにいるの、見えないかな。見えないね。どこにいらっしゃいますかね。どこにいらっしゃいますか。あれ、いないか。声したけどね、今ね。声したからどっかにいると思うんだけどね。下の段か。ああ、違うか。まあいいか。行ってみるか。あ、いたいたいた。静かにいたな、お前。無言だな。当たんないじゃん、こいつ。何これ、お前。幽霊か。当たった。あ、違う違う、どいてどいて。めんどくさい、これ。狭いところだと。狭いところでやるのめんどくさいんだな。一人しかいないか。もう一人ぐらいいそうだけどね。もう一人ぐらいいそうだけど。よし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 。あ、レベル上がりました。やったね。レベルこれで 5になったのかな。4か。
ん？ 4 かな、どれだっけ、違う違う違う、じゃあこれだ、レベル4か、ゲームステージ7、プレイエナミキル119、うん、まだ5か50ぐらいまでいけばもうほぼほぼ安定するんでしょうけどね。ちなみに1人しかいなかったのかな、スリーパーくんがね、1人だけですかね。じゃん、あ、いいね、これはいいね。ご飯でがっつり回復するやつと水分も同時に回復するやつとあるじゃないですか。こう探索してるときはね、水分も同時に回復してくれるやつの方がありがたいですね、どちらかというとね、個人的には。なんかがっつり食べれるやつは家帰ってから食べようみたいなそんな感じですね。出先ではね、なんか両方回復してくれた方がありがたいですね、個人的にはね。ということで、じゃあ下行きましょうか。厳しいかな、まだね。でも行くしかないんだよね、これね。よいしょ。厳しいかもしれないが、行くしかないんですよ、これ。私的には。じゃん。きついかな。きつそうだな。きつそうですけど、まあまあでもいいか。石炭がね、なんせ欲しいんだよね。石炭、うん、石炭というかもう石が欲しい。石炭も欲しいけど、これ石炭だよね、全部ね。オール石炭だよね。この中になんかあったような。あった、財布あった。じゃん。これ硬いんだっけ？硬そうだね。うわ、2000だとそんな硬くないか。まあ、この石炭を全部回収したいのと、あとこの辺が石なんで、これね、石取れる証拠で来たらね、いくらでもね。まあ、そういう狙いもあってここに来たかったんですけど、硬いな、これ。ドア。ドア硬いぞ。あ、そっちにいんの？え、そんなとこにいんの？あ、そっち行けんの？ああ、こっちの方が柔らかいんか。これ壊した方がいいか。300だ。まあ、今の私にとっては300でもだいぶ硬いんですけどね。だいぶ硬いけど300でも。あ、なんか変な角が取れた。角取れたわ。動いてる足を狙うのなかなか厳しいか。よっしゃ。これなかなか当たんないね。これは当たらんな、なかなか。お、チャンス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 。よし、倒した。倒した。300か。これレンチがあったらレンチのが多分壊しやすいんでしょうけどね。レンチ壊れちゃってないんだよね。また声するね。スリーパーの声するな。よっしゃ。角を取っていく。レンチ入ってないかな、入ってないか。殻が多いね。あ、隣にもなんかあるんだ。ほう。とりあえず矢を回収。いけない。上に上がれるかな？問う。ああ、こんなになってんのね。あ、ここ入り口なんだ。はしごついてるじゃん。あ、裏に行ける。ほう。中も石炭ですね。これでも壊すの大変だね。今のレベルだと、こういう鉄のなんだかんだと壊すの大変なんで。
これは石か。これ石ですね。さっき行けなかったとこね。ここはこれ石炭ですね。で、ああ誰かいるわ。いるいる。最初に2倍入れときたいとこだよね。よっしゃ。連打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 。やばい、失敗した。これね、ジグザグに走ってくるからね、こいつはね。よし。まだいるっしょ、多分ね。まだいそうじゃない？あ、いないか。あ、お宝発見。あ、ここ出口か。入れないじゃん。ここ出口か。よっしゃ。入れない。あ、なんか出口っぽいですね。うん。コブルストーンをね、もらっときたい。本当に。本気で。ザク。せめてフラグストーンでなんか拠点じゃないけどね。建物を作りたいですね。フラグストーンも弱いからあれなんですけどね。セメント、おっと、セメントも調べられる。なぜか木が入っている。なんでやねん。なんでやねんって感じやな。これは？お、カビタパン。あ、殻か。この辺もちょっと全部回収しよう。全回収で。ペンキは入ってませんか？ペンキ。強化、ロックかかっている。マジか。マジか、ロックされてんのか。開けんの大変。待って、ロックピックが今、2個しかないんで、まあ開かないな。無理だな。そしてレンチもないから大変だな。こっちから開けてみるか。まあこれはご飯でしょうね。ご飯ね。ああ、種パック。これは何？見えないけど。工場系かな。ワーキングスティフツールかな。レンチ入ってないレンチ。ああ、それか。それか。7000か。きついな、7000。7000きつすぎるやろ。まあまあまあ、でも開けますか。頑張ってね。終わりましたね。ピックアックスが壊れましたね。そしてピックアックスを持っていないっていうこの絶望的状況。いや、ダメだな。4000まで削りましたけど。これ以上はちょっと無理だな。ピックアックス作ってくるか。ねえ。まあ、こっから上がれるんで、こっから上がっちゃえば、外じゃないのか。こう、ロックされてる。アルノックだね。あ、これ壊すのにまたピックアックスいるか。これでちまちま行くのはきついかな。1しか減らないもんね、これね。上から出れそう。上から出れそうだ。問う。上から出れそうじゃない。あ、上、ここ鉄なんだ。なんてことだ。
トウ、あ、出た出た出た、よし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 、上から出れた。ちょっとピックアクス作ろう。うん、やっぱ俺も予備を持ってないとダメだね、常にね。よいしょ、よっしゃ、2個作ったんで、これでだいぶいけるでしょ。2個作ってきました。これでまあまあこの辺の小屋も壊せるでしょう。これね、小屋壊しちゃうか、まず。よっしゃ、 OK。 じゃあこれでちょっともう一回これ閉めたいな。よし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 、でこれでもう一回ちょっとこれ叩きますわ。よいしょ、おー来た。あ、そうでもないな、いまいちだな。まあこれはちょっと読んどくとして、これ使えるね。いまいちだったな。この辺掘ったらこの角になんかあるんだっけ。大変かこれ掘るの、これ掘るのも大変かな。もう一個ぐらいなんかあったような気がするんだけど。あった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 、お、ぬかコーラ、ぬかクォーツ。あれこれだけだっけ、もうなかったっけ。あ、もうないか、もうなさげですね、この位置的にね。もうないな。以上ですね。ということで、じゃあ向こう側行ってみますか。ここ上がって順路的にはあの小屋から降りてくるんですかね。あ、でも一緒か、ここに繋がってるだけか結局。あ、誰かいる。誰かいるわ。ね、どこ行くの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 、ちょちょちょ、どこ行くのお前。行動が謎なんだけど、ゾンビの。お前早いな、お前早いな動き。余計なやつ来た、余計なやつ来た。ちょ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 、死んだ。こいつ歩くの早いなお前。あ、死んだんか。あ、死んでないのか、なんだ。なんだこいつ、動きがおかしいな、何かと。死んだか、よし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 。でこれもちょっともらっときたいです。あ、木か。まあでもこれもらっときたいですね。ちょっとレンチがないんでこいつ落ちるかも、やっぱり。レンチがあったらあれもバラすんだけどね。よいしょ。で、下にはお宝はないのか。これ石炭ですね、ここもね。で、さすがにこんなところにペンキはないか。あ、エアドロップ落ちてるじゃん、いつの間にか。近いかな。どこ？ん？微妙。微妙ですね。おー、石炭いっぱい、あそこにテキサスがいる。テキサスがいるぞ。ちょっと遠いか。
微妙。当たらん。よっしゃ。よし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 。さて、これでまあ、ここをとりあえず制圧しといたら、まあ、またスリーパー湧くかもしんないけど、とりあえず石炭には困らんでしょう。ジェネレーターバンク壊れてる。まあ、ジェネレーターバンクの中にはろくなもん入ってない。ああ、ここ最初いたとこですね。で、あ、まだいるのか。まだいるんですね。外した。アーチェリーのレベルをどんどん上げていきたい。走るなよ、お前。よしよしよし、オッケー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 。まだいるかな、もういないかな、もういないね。よしよし、石炭大量じゃない、これ消すと暗くなっちゃうからやめとくか。別に暗くなってもいいんだけど。もし、じゃあここでとりあえず石とか掘って、これね、この辺掘りまくって、まあ、石炭はとりあえず今んとこそんなにいらないけどね、これでちょっと素材集めてフェラルフォードの準備をぼちぼちしていきましょうかね。うん、飛ぶどうこうか、あ、違うな、こうだ、よいしょよいしょ、うん、よし、じゃあとりあえず今日はこの辺にしときましょうか。うん。ペンキをね、毎回ペンキを探さなきゃいけないんで、どっかからペンキを探してこなきゃいけないですね。まあ水はここにあるんで、水はまあいいでしょう。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録なんかもよろしくお願いします。よろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。